下津駅。下津駅は、かつて、岡山県倉敷市下津井4丁目に存在した下杉、下津井電鉄下津井電鉄線の駅。下津井電鉄の中心の駅であり、鉄道事業部の事務所や車両基地、運転基地、工場などがあり、広い構内を有していた。モータリゼーションの進行による乗客の減少、及び瀬戸大橋線により、 下津井電鉄のバス部門の主力路線である岡山、小島の乗客が減少し、鉄道線の赤字補填が混乱となったため、1991年、平成3年1月1日に、下津井電鉄線と共に廃止された。かつての四国往来に由来する、下津井丸亀航路との連絡駅であり、駅舎南側から、 下津港の発着場まで連絡通路が設置されるなど、道交路との連絡の便が図られていた。開業時の駅舎は本社機能を上層階に持つ二階建ての堂々たる木造建築であったが、戦後になって老朽化のため、鉄筋コンクリート作りの平屋に建て替えられた。この駅舎の北側には1949年の電化時に変電設備が設置され、 いずれも中古品と考えられる、定格出力1 6 0ットのガラス層水銀、清流機と定格出力1 5 0ットの回転変流機が設置されていたが、瀬戸大橋完成に伴う1988年3月大夜改正で、近海駅の交換設備を復活し列車増発を行うことが計画されたため、1987年11月に老朽化した。 水銀整流器は撤去され、代わってシリコン整流器を設置し、以後はこれが使用された。開業から廃止まで、プラットフォームは、駅舎改札口と直結する対向式一面と、島式一面を組み合わせた三線二面構成となっており、校内踏切で連絡したが、このうち車庫寄りの一線は、終端駅ゆえの気回り線と手の必要から、設置されていたものであった。 このため路線短縮後は、島式ホーム上に、オブジェとして、踏切警報器や、腕木式信号機を設置し、線路の一部、車庫へ通じる部分を撤去し、行き止まりとして、あり車の展示に使用されるなど、実用目的ではほとんど使用されておらず、実際には、対向式2面2000相当として使用されていた。構内には、鉄骨りと4000の大きな車庫と、2000で、 チェーンブロックなどの研修設備を備えた、検査場、それに、木造の工場や、倉庫などの建物が林立していたが、路線短縮後は、車庫の4線のうち3線が撤去されて、駐車場代用となり、さらに、瀬戸大橋博覧会開催直前の校内整備時に、車庫と、工場、倉庫の、各、建物が撤去され、跡地には、温室風のカフェテラス、下校、 電敬号とトロッコ客車二両によるミニ列車運転用の環状線路、その線路が通る温室風の上や花壇、ベンチ、当時すでに現役を退いていた、保持山、区派後、ホワルクを置くための線路などが設置された。小島市もつ間の線路用地は一部を除き、倉敷市に無償状とされ、その後同士によって遊歩道、風の道として全区間整備された。 このため現在でも歩くことができ、前春恒例となった倉敷市などが主催のウォーキングイベント、セットウチ倉敷2デーマーチでもコースの一部として活用されている。これに対し、下津駅構内は、現在もそのまま、下津井電鉄が所有し続けているが、廃止後に、ほとんどの施設や設備は解体、撤去されてさらちになったものの、駅舎とそれに隣接する事務所、 末期まで使用された客車8両、貨車3両の合計11両の車両を収容する、温室風の上屋と、0キロメートルポストの記念碑などは解体されずに、現役当時の状態で非公開のまま長く、残されていた。2005年になり、駅舎と事務所、倉庫、それに0キロメートルポスト記念碑が解体、撤去された。このため現在では、上屋とその中に収容された、車両、 駅舎や事務所の基礎、ホーム跡、それに設置された広大な旧敷地のみが残されている。駅舎の解体は老朽化が進んだ、屋根瓦の崩落が起きたりしていたことが理由であると、後日の下津井港電車保存会のウェブサイトにて説明されている。駅舎は解体されたものの、かつての駅前広場には、現役当時の面影がよく残っている。駅前広場にあった。 初代社長、白川智和の銅像は健在である。銅像は敷地外なので常時見ることができる。路線短縮時と全廃時に大半の車両が下津井工場で解体処分されたため減損する車両は少ない。ただ、客車8両、貨車3両は前日の下津井駅構内にある上屋内で廃止後も保管されている。保存車両は2002年から 地元の有志により結成されたボランティア団体、下津井港電車保存会により、下津井電鉄の協力も得て、維持整備活動が行われている。二千八年からは、保存車両の公開を行う、下津井港電車祭りが、年一回開催されている。会では引き続き構内の線路敷設、展示用や一時期荒廃したホーム周り及び、上屋周りの整備を進めてお、将来は車両を、 走行可能な状態にまで復元したいとしている。保存されている主な車両は以下の通りは2017年に和芝山下電ホテルに移設。2017年1月、下津井電鉄の系列企業である家電ホテルは、下津井駅跡の保存車両の内区波24と他府級を和芝山下電ホテル駐車場に移設する構想を発表した。 一節費用の一部はクラウドファンディングで募った寄付を当てると報じられた。この構想に対して保存会側は地域活性化という目標達成のためにホテルとの連携は不可欠で従前からの下水電鉄の姿勢にも言及しながら今後も協力関係を築いていきたいとブログで述べている。2017年9月30日2両は計画通り 和柴山下電ホテルの敷地内に移設された。移設費用の一部439万円を募るクラウドファンディングは成立し204名が支援金を出資した。同年12月時点では車両に上屋が設置されている。下津井電鉄で使用された車両は他に岡山県瀬戸内市にあるドライブインオサ船ネガーデン脇の山陽新幹線高架下肉波。 6. 保ハフにワ花獣の産両が保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。